ん？殺しの濡れ衣のハラスカ、そういや体一つもまだちゃんと見てなかったな。警察もいなくなったかもしれない。一度現場を見ておくか。あ、なるほど、そういう動き方をすんのね。まあでも、とりあえずじゃあ行ってみるか。その間にサブストーリーかなんかあったらやろう。あ、ここ入っていくんか。ここ入ってっての空の一つもあったな。ここか。初めて来たけど、どんな感じ？お、ムービー入ったね。なんか血嫌やな、血の跡。うん。こいつな、名前忘れたけど。ん？誰？あ？ああ、立花さん。立花。逃げたんじゃん。ん？おったな、普通に。普通におったやん。なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。わかっている。うちの情報網を使って、クゼを洗いました。クゼ？もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。うん、ですが、クゼの周りにそういう動きはありませんでした。あれ？どういうことだ？つまり、あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕は、おそらくクゼじゃありません。他にいます。他におんねん。今、私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。それだけのために？そのためだけにあんたはここに。ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、あくまで立花さんは味方なのか。その範囲内です。その割に小田は淡くってたのな。うん、小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一つの所有者を見つけました。あれ、見つけた？え、わけあってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが押さえ、殻の一つを手に入れれば、堂島組が我々の土地を売ってほしいと頭を下げることになる。うん、この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。何そのお願い。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。まあそれ大事よな。一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても、まあ橘からしてればその辺も信用できへんもんな。あんたは今は振り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだな。あなたがそういう人なら、私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。まあですよね。明日連絡します。何をもって信頼されてんねん。やっぱでも風間さんか。堂島から生き延びてください。結構無茶なこと言ってない？簡単に言ってるけど結構無茶なこと言ってない？気のせい？俺だけそう思ってんの。今は立花からの連絡を待つしかない。家に帰っておとなしくしているか。うん。え、じゃあ特にやれることないってこと今は。まあそらそうやろうけどさ。じゃあまあサブストーリーとかなんかないんかね。お？おいおい兄ちゃん、ちょっと待てよ。ん？何黙って通り過ぎようとしてんだ。ここは通りたかったら通行料払ってもらおうか。誰？カツアゲか。かわいそうだが今は関わってる場合じゃない。おいおい、なんとか言ったらどうなんだ。怪我したくなかったら金を出せっつってんだよ。めっちゃ笑ってるやん。しょうがないな。それじゃあしっかり拾ってよ。え、そら
バラマイト。びっくりしてる。うおー金だえすげえ、俺こんな大量の札、お札見たの初めてだ。あ、てめえ、俺それ俺が先に触っただろうか。手出してんじゃねえよ。あ、うるせえ、お前こそその足どけろ。やれやれ、もうなんかなんか虚しいな、なんか虚しいな。まったく貧乏人ってのはさすましいもんだな。目が合ってもうた。あ、うん、なんだ君もお金欲しいのかい。いや、いや、そう、じゃあ僕は先を急ぐから、じゃあね。おい、あんた道を開けるためだけにいつもああやって金をばらまいているのか。そうだけど、結局お金を払ってるんじゃカツアゲされてんのと同じことじゃねえか。あ、やっぱり普通の人にはわかんないのかな。どういうこと。なんだと。あのね、僕みたいな超お金持ちになるとね、お金なんて、吐いて捨てるほど持ってるわけ。あんなはした金いくら払っても痛くも痒くもない、うん、言ってみて。そう、それよりもああいう連中と関わって時間を下ろしちゃうことの方が痛いんだ。それを避けれるならいくらでも金を払うよ。金持ち喧嘩説ってわけか。そういうこと、試しに君もやってみたら。いや。は、何をだ。お金ばらまいてごらんよ。何やそれ。なんなんその提案。いや、いや、しかし、俺はそんなに急い、何、別にそんな急いじゃいない。ん、本当にそう、道歩いてて通行人が邪魔だと思ったこと一度や二度はあるんじゃないかな。そんなないよ、普通に生きてたらないよ。まあ少しくらいはある。まあまあ花火大会とか、花火大会とか行ってもうたらあるかもしれんけどな。でしょう。じゃあ試しに今ここでやってみなよ。きっと邪魔な通行人を溶かす快感っていうのが分かるはずだからさ。しかしとは言っても手持ちの金が、うん、大丈夫、今回限り特別サービスで僕があげるよ。君は思う存分バラマキを堪能するがいい。なんやそれ。分かった、それじゃあお言葉に甘えて試させてもらうとしよう。何をしてんの今、お前今から生き延びなあかんねんぞ。んアドベンチャー中資格を押すと、うん、試しに後ろの女性たちを自分の周囲に集めてみましょう。何この虚しい、持ってけなんちゅう浅ましい、虚しい。狭い路地や道を塞ぐようにチンピラがたむろしていることが多く、バトルを回避して進むのが難しい場合があります。そんな時は周囲に金をばらまくことでチンピラの注意をそらすことができます。試しにお金をばらまいてくる。何で承認欲求満たしてんねん俺。金じゃねえか、虚しい、虚しい金だ。チンピラがお金に夢中になってる間に脇を通り抜けましょう。お前らどけ。はい、これでええの。ほんで、このようにお金をうまくばらまくことで 無用なバトルを回避することができます。急いでる時に活用してみましょう。なるほど、これで一回いくらへんねやろなんか顔腹立つわこいつ、うん、お金持ちくん福島、いや実に豪快なばらまきだ。とても一般庶民とは思えないよ。キャラも相まって顔がムカつくな。これが金持ちの世界ってやつか。正直あんまり気分のいいものと言い難いな。でも急いでる時とか君も争いに巻き込まれたくないと思うことがあるんじゃない。そりゃまあな、でしょ、うん、そもそも僕に言わせておけば、言わせればタイムイズマネーなんてものは嘘っぱちもいいところだ。時間はお金よりも貴重なのにね。なるほどな、あんたの言うことも一理ある。だからね、君も無用な争いに巻き込まれそうになったらお金をばらまいてみるといいよ。あんた相当お金を持ってるマシーが、どうやってそんなに稼いだんだ。うん、どうやら君を金持ちの世界に興味が出てきたらしいな。そらあるやろ、うん、まあな、できれば手っ取り早く大金が稼げる方法なんてものあると助かるんだが、あ、まあまあ、だ会社経営のこともあるしな。贅沢を言ってるのは重々承知だ。あるよ、あんの本当か。まさにハイリスクハイリターン、あれのおかげで僕も荒稼ぎさせてもらってるよ。何あれ、うん、劇場広間に行ってもらん。君が真の金持ちならそこから先へ進むことができる。
そこに何があるんだ。行ってみればわかるよ。真の金持ちだけが許された世界がそこにある。気になること言ってくんなこいつ。まあもちろんビジネスは手広くやってるから稼ぐ方法はそれだけじゃないんだけどな。そうだね、僕は、いや僕らは普段あるちょっとした方法で資産を運用していてね、それで多額の利益を得ている。そっちの話を聞きたくなったら、ヴィンセントにおいで。大体いつもそこにいるから。ヴィンセントか、分かった。なんか金を稼げる方法があんのかな。なかなか有意義な時間を過ごさせてる。なんかしたか俺。それじゃあね。お前にとってプラスは一個もなかった気がするけど大丈夫？明日になれば立花から連絡が来るとはいえ、それでも万事解決するわけでもない。少しでも資金を増やしておきたいところだ。劇場前、じゃあ劇場前広場に行くってことな。 OK です。じゃあ行こう、金をばらまくな。はい、さあじゃあ劇場前広場には金を増やそうが分かるらしいと言ってたが、入ったねイベント。今日も楽しみだな。ヒヒヒ、どうぞこちらへ。なんなんやろ。扉の向こうにサブストーリーか。やっぱり資金は貯めときたいしな、レベルアップとかのためにも。まあとりあえずこっち行ってみよう。ヒヒヒ、ごゆっくりお楽しみを。小汚いホームレス、ホームレスが案内人してんのってか。なんだあの扉は。なんなんだこの扉は。中に何かありそうだが。おっと兄ちゃん、その扉には入れねえぜ。あんたさっき男をこの中に誘導していたな。この中には何があるんだ。ヒヒヒ、それは簡単には教えられねえな。まあ強いて言うなら男の夢の場所といったところかな。何、エロいとこ、エロい店。男の夢の場所。ああ最高の場所さ。兄ちゃん興味がありそうだな。まあ気になる、気にはなるな。でどうすればこの扉に入れるんだ。へへ、ここは俺が認めたものしか入れないルールになってるんだ。あなたも入りたいなら俺に認められるように頑張ることなら何すればいいよ。ほう、であんたはどうすれば俺を認めてくれるんだ。ここは金を持ってる者の楽園だ。金を持ってないと入っても面白くねえ。あんたが金を持っていること、そしてその金を惜しきなく使える豪快な男であること、それを証明できれば俺はあんたを認めてやるよ。へへ、せいぜい頭をひねりな。金を持っている者の楽園、金持ちの福島が言ってたのはどうやらここのことのようだな。金を持っていることと金を惜しげなく使えることをこいつの前で証明する方法か。え、何、金ばらまくとか。これ、あれ、あんた何やってんだ。気は確かか。なんか進んだぞ。まあ分かりやすくこれやろな。金を惜しげもなく使えるってところをお前に見せてやろうと思ってな。だからってばらまくことはないだろ、バカな男だ。気に入った、入れてやるよ。なんやこいつ、腹立つわ。なんかさあ入るぞ、ついてこい。いけた、こんな簡単にいけるもんやねんな。ええのそのセキュリティで。ん、何これ。ここは JCC ジャパンキャットファイトクラブの主催のキャットファイト賭博場だ。違法まみれ、色っぽい姉ちゃんたちが美しくも醜く戦う。そしてドイツが勝つから男の子たちは金をかける。ここはそういう賭博場。そういうやつか。目で見て楽しい、もちろん賭けに勝てればもっと楽しい、男の夢のような場所だよ。いい趣味してるだろう。いや悪趣味やな、なんとも言えねえな。あとこれ返しておくぜ。10万円を手に入れた。何これは。さっきあんたがばらまいた金だ。なかなか面白いもの見せてもらったからな、返してやるぜ。あ、返ってくんねや。まあその金でせいぜい楽しめや。幸運祈ってるぜ兄ちゃん。今から俺飛ばすんの。キャットファイトか。カムロ町にこんな場所があるとはな、全く悪趣味な場所だぜ。だが確かにここならリスクはあるが金を増やすことができそうだ。有効に活用してみよう。
エロいな。エロいな、これは。これはエロいな。ごくり。ごくりちゃうねお前。いい加減にしろよ。ごくりってなんやねん。じゃあとりあえずやってみる。キャットクラブ、キャットファイトクラブなるもの。キャットファイトか入りつく入りたんだが、相当な荒稼ぎができるみたいだな。とりあえず大金稼ぐ方が分かった。明日に備えそろそろ家に帰るとするか。キャットファイトやろう。キャットファイトやる。キャットファイトやる俺。話す。どうぞお入りください。門番、門番えらいでかなったな。あのホームレスどこ行ってん。ようこそジャパンキャットファイトクラブへ。心ゆくまでお楽しみくださいませ。遊んでいこう。これ稼げんのでも。どうなんやろ。なんか来たー。なにこれ。タイマリアかな。タイファイター。なにこれ。女子プロレスラー。栃木県和風テーマタワー。警察官もんの。おい警察官赤やろお前。警察官赤や。女子大生ただの。強こいつ。高校教師、高校教師強。絶対こいつやろ。ジェニファーやろ。絶対ジェニファーやろ。かけるべきな。とりあえず猫犬、猫犬って言うんや。絶対ジェニファーにかけよう。ジェニファーに、ジェニファーに100万かけようぜ。絶対ジェニファーやん。こんなん相手のすくみずも結構強いな。でもまあでも100万かけてみるか。とりあえずはい。でどうなの。でも俺一応賭け事は固くいくタイプやから。でもこれででも200倍になるんやろ。なんやそれ。どこで礼儀使っとんねん。なんか夏菜みたいな顔してんな。これどうすんの。おお、なんか来た。ジェニファー、ジェニファー強い。あ、これ俺が選ぶ。チョキ。じゃあチョキ、チョキ。あー、なるほど、こういうことか。なるほどなるほどなるほど。あ、負けた。なんやねんこれ。俺何してんねん。でもリスク考えたらグーか。うん、パーだって食らっても弱いもんな。グーにしよう。じゃあ話しなさい。あー負けてる。全然負けてるわ。なにこれ。あ、でもあんまり食らわへんな。じゃあパー。いや、チョキか。いや、でもまたグーにしよう。グー。あ、チョキにしちゃった。あー間違えた。なんかボタン押したら変わんのか。めっちゃ負けるやん。ほんでじゃんけん、じゃんけん弱。こんなじゃんけん負けることある。え？どうすんの？グー、負けてるやんけ。全部負けてるやん。ちょ、やらせやって。ちょ、待てや。うっせやろ。ちょ、わからん。もうわからへん。パーにしよう。で、チョキ出んねやろ？知ってた。そんなに負ける？そんな負ける？ちょ、勝たれへんやん。こんなん。何出してもあかんやん。もう適当。じゃあ。視察適当。パー。お、いいよ。あー。で、めっちゃ、連打弱いな、俺、ほんで。連打弱、俺。もう一回、じゃあ、パー。もう分からへん。ほらー、もう分からんて。強ない相手。こんな負けんの。おい、100万飛ぶ、100万飛ぶ。俺の100万飛ぶ。劣勢になってきた。これじゃんけん勝つ方法とかない？パーかなー。もう負けるな。こんなん勝たれへんやん。
痛い痛い痛い、見るだけで痛い。おい、ジェニファーに信じた俺がアホやったか。負けた負けたし、おい、100万負けたぞ。なんやこれ、だから掛け事嫌やねん。なんなん、0円やった。もっかい、ちょっと待って、もっかいやろう。馬券購入、ジェニファーはもう二度と買わへん。何これ、この人強そう。もう案外どうやろう、過去戦績、強い人、フランシスカ強いな。フランシスカ行ってみようか。フランシスカに、いや、ここも100万やろ。ここも100万いかんや、男なら100万やろ。これな、1回のあれでね、そんなひよってたらあかんよ。Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready for cat fight? Okay, let's go! ピチピチの女子大生。まあ、ちょっと、めっちゃ関西弁やと思ったより。皆さん元気ですか？なんや、元気ですけど。なんなんこのゲーム。これじゃんけん勝てることあんのかな。グーしてみる。まあ、リスク低いのはグーか。でもチョキ、グー、まあまあグーでいこうか。あ、じゃんけん負けるな、ほんで。もうええ、もうええ。痛い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 。あ、でもそんな食らわんのか。うわ、めっちゃ食らったやん。ピンチ、もう負けるよ。グーで負けたらあかんな。待って、じゃあ、まあ、チョキでいこうか。グー出すべきじゃなかったな。これ連打負けんのつらいわ、連打負けんのつらいわ。これもうグーは出さん方がいいな。チョキでいこう。おお、勝った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 。おお、いいよ。初めてじゃんけん勝ったかも。俺がやんのこれ、俺がやんのこれ。おお、でも半分いった。おお、強っ強っ。いや、でもこれもうチョキ待ちでええやん。チョキ待ちでええやん。このままいっちゃう。どう、あー、オッケー、勝った、いいね。ジェフランシスカいいよ、これ勝てんねや、じゃんけん。おお、いたすごいな。エロより痛さが、痛いが勝つな。まだあんねや。おお、パッカーン、またパッカーン。おお、勝った勝った。よしよしよし、いいよいいよ。もう一回、じゃあ次行こう。はい、おお、スチュワーデスタイサンシャイン娘。君に負ける気しないよ。行け、フランシスカ。なんか矢島美容室にいそうやな。絶対負けねえし。あ、そのタイプなんや、この人。絶対負けねえしというパターンの人。どうやろう。まあでもチョキで負けたくないな。あー、じゃあグーでおろか。あ、でもパーも強いか、あの人。あ、パーも強いもんな。あの人シュワーですな。こんなシュワーですおんの。おお、いた、首いった、あの人危な。あー、どうしよう、これ心理戦やな。何と心理戦してんのか分からへんけどよ。でもグー、チョキ、あー、ちょ、あ、グー、あー、やった、勝った。おー、いいよ。だけ
あ、グーやと。でもそのダメージの稼ぎ方なんのか。パーいってみる。パーでもかけやな。チョキチョキ、リスク低いな。チョキー無理や。これ連打勝たれへんて。連打勝てんて。もっかいじゃあチョキ。おお勝った、やった。でもこれでね、ちょくちょく稼いだところでもっていうのもあんねんな。ここらでパーいっとく。あ、でも、うん、パーいっとこうか。オッケー、パーいいね。いいね。おお、寝技。いや、そんなに効かへんな。そんなに効かへんな、やっぱり。いたって言った。リアルな板が聞こえたぞ。おお、グーパチ。そんなやる。どうしよう。チョキ、うん、今チョキ食らうのを避けたいから。うん、おお、いいよ、勝ってるね。いいよ、素晴らしい。ん、なになになに。え、なに、なになになに。回復した、回復した。今何した。あー、もう語れへん。諦めろよ、マジ語れへん。何それ。めっちゃ食らうやん。アイコやで、アイコ。おお、あー、でもこれやったらもうリスク考えたらチョキやもんな。わあ、もう、あ、どう、あかんやん。またもう負けるやん。もう、じゃあもう一発で逆転のパーしかないな。どう、うわー、いった、マジで。でもそんだけしか来らんのかい、パー、マジで。パー、わあ、もう、わあ、もう、もう勝たれへん。なんやねんこれ。ハイリターンノーリターンすぎるやろ。なんか来たよ。なあ、お、あかんやん。なんやねん、負けた。ごめんなさい、負けちゃった。特殊能力自然強いって、ずるない。知らんって、そんな。マジかよ。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。